こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？ Google が提供していますブラウザ Google Chrome の、標準機能としてね、YouTube の動画をピクチャーインピクチャーで、見ることができるようになりました。今回はね、そのピクチャーインピクチャーの機能についてお話をしたいと思います。まずは Google Chrome のバージョンを確認します。右上 Google Chrome の設定クリックします。ヘルプにマウスを置きます。そして Google Chrome についてクリックします。はい、Google Chrome は最新版です。バージョン 70.0.3538.67 と書いてます。はい、最新版です。 OK です。マイチャンネルのトップページです。例えばね、このオフ会の動画クリックします。で、これ一回、再生止めます。はい、ここでね、この、再生画面の上に、マウスを持ってきます。そして、マウス右クリックをね、2回パッパッと行います。はい、そうしますとね、ここに、ピクチャーインピクチャーというのがあります。ここをクリックします。はい、そうしますとこの動画はピクチャーインピクチャーモードで再生されていますということで、右下に出てますね。これ再生ボタンをクリックします。こんにちは。はい、ということで、再生されます。これね、新しいタブを開いても、元のね、タブが、開いている以上は、右下に、ピクチャーインピクチャーで、動画、出ますよね。で、これ、ここにマウス持ってきて、動画の大きさ、再生画面の大きさを、まあ、変更することができます。はい、ということなんで、まあね、元のページを開いたままで、新しいタブを使って、例えば Facebook とかね、Note とかね、Amazon とかを見ても、動画は再生されるという、ピクチャーインピクチャーです。ぜひね、試してみてください。面白いかと思います。まあ、この機能はね、まあ、すでに、Android、また iPhone もですかね、YouTube アプリには、実装されてますんで、やっとね、パソコン版でも、ピクチャーインピクチャー機能を、使うことができるようになりました。今回は Google Chrome の、標準機能で、YouTube の動画をね、ピクチャーインピクチャーで見ることができるというね、お話をしました。それでは今回はこの件で失礼します。